中4日で則本が来ました。今日の最終戦です。その則本2回です。2アウトランナー3塁1塁で、ここで昨日ホームランを打っている三木を迎えます。鋭い当たりでしたけれども、セカンド岩崎好プレーが出ました。この回ゼロで終えます。さあ、この涌井も中4日、今日のゲーム勝ちますと大谷に並ぶ15勝目、最多勝の武田というマウンドになりました。その涌井、3回ワンアウトランナー3塁1塁、イーグルスがこの試合初めてのランナーを出して、そして岡島の犠牲フライ先に1点を取りました。則本先制してもらった後、4回の表です。デスパイネ中村のヒット、ワンアウトランナー3塁1塁で西峰、当たりが良くなかったんですが、これが二遊間の間センターへ抜けていきます。このタイムリーで同点に追いつきました。1対1。結局則本5回まで、6回からは今シーズン限りでユニフォームを脱ぎます。この永井がマウンドに上がりました。バッターボックスは代打の清田、現役最後の登板、清田を三振に取ってマウンドを降りました永井です。さて、ゲームですけれども1対1同点で6回の裏、2アウトランナー2塁で4番のウィーラー、今日も4番の仕事をしましたウィーラー、このタイムリーで2対1勝ち越し。で、この後2アウトランナー2塁1塁で6番のフェルナンド、これがエンタイトルツーベースになります。ウィーラーが入って3対1、この回2点取りました。さあ、2点リードで7回ルーキーのイリノがマウンドに上がります。で、このピッチャーゴロ、イリノが悪送球、これで3対3、同点になります。さあ、9回の表、もう一人今シーズン限りユニフォームを売る小山、マウンドに上がって代打高浜、現役最後の登板、打ち取ることはできませんでしたけれども、大きな拍手に包まれて小山マウンドを降ります。で、この後松井裕樹がマウンドに上がりました。ワンアウトランナー3塁というところ、で2アウトになって荻野を打ち取って、この回0-0で終えます。なんとか勝ちを挙げたい涌井は延長の10回もマウンドに上がりました。結局涌井は137球を投げたという今日のピッチングでした。さあ、同点で11回の表、この回から相澤がマウンドに上がってワンアウト満塁のピンチで、4番の清田押し出しフォアボール、これで1点勝ち越しで、リードしたところでキャッチボールをしていた涌井はベンチに下がりました。満塁のチャンス、続いて鈴木大地、右中間へ2点タイムリーツーベース、これで6対3。で、この後西宮がマウンドに上がって、その西宮が3点を失います。で、最後はこの11回の裏、内が出てきて最後のバッターウィーラー空振り三振でゲームセット。今シーズン最終戦、イーグルスは9対3で敗れ、最後勝利を飾ることはできませんでした。延長11回まで行きました今日のゲームでしたけれども、9対3というスコアで千葉ロッテマリーンズが、勝利を収めています。